主たちとたくさん触れ合った後は山道を北上し福島県に。本日のお宿はここです。桃園の中ではグレード高いホテルですね。部屋は和室に広縁付き。最初から布団が敷いてあった。品数は和洋中と盛りだくさん。ご飯のお供が豊富。豚肉料理フェア中でした。アルコールも飲み放題。第1弾はこんな感じです。第2弾、第3弾で締め、朝食も趣味は豊富にある。第1弾をこんな感じでてんこ盛りに。この後もあるので本日は軽めに終了。良い宿でした。